企業魂、番組ナビゲーターの岩下由美です。皆様は新居探しの際に連帯保証人で悩んだことはないでしょうか。新居探しをスムーズに、賃貸保証は次なるステージへをモットーに、賃貸保証に新革命を起こし注目を集めている企業があるのです。今、不動産賃貸業界でこんなことが起こっている。40代の働き盛りなのに新居を探しづらい。なぜそんなことが起こっているのであろうか。新居を借りる場合、借り主が若ければ親族も仕事をしているので連帯保証人を探しやすいのですが、40代の働き盛りでそれなりの収入もあるのに、親族の高齢化などで連帯保証人を別に探さなければいけないなどの状況が多くなってきています。東京虎ノ門、まだ11年と歴史の浅い賃貸保証ビジネス。しかし大手保証会社の倒産など厳しい現状の中、賃貸保証の常識を変えたいと設立されたのが株式会社レグシスである。現在の賃貸市場を不動産情報サービス各社のデータから見ても、今後これまで以上に賃貸保証会社が重要となります。それに備え、当社は新たなスキームでの賃貸保証の新革命を起こしたいと考えております。賃貸保証の新革命を起こす新たなスキームとは一体何なのか。まず重要なのは倒産隔離ができているかということです。保証ビジネスで得た資金を他の事業資金と混同しないことです。またしっかりと定款にも明示をしております。そしてお客様が保証会社を使いやすくするための工夫もされているのだ。ほとんどの保証会社は契約時に一括で保証料をいただく形ですが、弊社の保証商品は毎月お支払いされる家賃に対して一定料率の保証料をいただくため、1回にいただく保証料は安くなります。またご契約者様が入居されている期間中、継続的に安定して保証料が入ってくることで、長期にわたって安定した事業が行えるのです。入居時の初期費用が抑えられるので、お客様にも借りていただきやすく、また成約率アップにつながっております。さらに新居をスピーディーに借りやすくするためのこんな工夫もされている。現在の保証会社は入居希望者がお持ちのカード信用情報を利用したりと、リスク回避のためにさまざまな情報を駆使して入居のための審査を行っております。これは必然的に入居いただくための基準が上がります。そのため審査に通らず自由に好きな部屋に入居できない方々が増え始めております。そこで公平にご入居いただくために、入居者様の属性にかかわらず独自の審査でスピーディーに30分以内にご回答しています。また万が一支払いが遅れても、入居者様と直接お会いしてお話を伺い、期日通りにお支払いいただけるようになるまで、さまざまなアドバイスもさせていただいております。一般賃貸だけでなく事業用賃貸にも力を入れているのである。事業用物件は高額なため、一般の賃貸保証会社では受託できないのが現状です。ところが当社は当初から専門的に扱えるリーガル面と財務基盤を構築しております。お客様のことを考え、さまざまな新商品を提供する、そのシステムとは。居住用保証のスマートリブと事業用保証のスマートビズがあります。どちらも安価の毎月払いタイプと初回一括払いタイプがあります。居住用のスマートリブ毎月払いタイプは、契約時に関わる初期費用が軽減されるため、初めてお部屋を借りられる方や移転費用を抑えたい方など、老若男女問わずにご利用をいただいております。また事業用の毎月払いタイプは、弊社の商品スマートビズを利用することで一般的に高額な保証金等が減額できるため、新規ビジネスを開設しやすくなります。弊社はより良い商品の提供をスローガンに、今後も躍進してまいりたいと考えております。より良い商品を
より使いやすく、お客様のことを常に考え商品開発を進める、そこに企業の魂があり、新たな商品開発の原動力となっているのである。